校生の頃、大学生と高校生が連携をして納豆とヨーグルトを作る実験をする機会があって、なんだか面白そうって思ったのが大学進学のきっかけ。興味本位って言葉があるけど、私がまさにそれで、好奇心の塊みたいなとこがあって、気になる、面白そうと思うことはすぐに実行に移しちゃうので、今の学科には我ながら向いているなって思ってます。大学生活ではいろんなことにチャレンジしてきました。ダンス部、インターン研修と、できるだけ多くの経験をしたいという思いが楽しい学生生活になってますね。今私が所属しているゼミは三枝ゼミ。ここでは微生物の未知な能力を解明して、新規の機能性食品を開発する研究をやっています。その中でも音と微生物という関係性を遺伝子レベルから解明していって、新しい機能性食品が生まれるかもっていう好奇心旺盛な私にとっては、毎日ワクワクしながら研究室に通ってます。ゼミの同級生はもちろん、先輩方や先生もとってもフレンドリーなので、関係性は仲間って感じかな。将来的には食に関する仕事に就きたいと思ってる。食にとって最も大切なのは安全性。今やってる微生物の力を借りて、人の健康を支えるような食品開発に携わりたいって思ってます。